はい、こんにちは、サルウィンです。行きましょい。うんうん。はい。いやー、キレが悪い。というわけで、今日も京都で、とりあえずデッキ構築をしていくわけですが、もう少しで組み終わるんですよ、一応。なので、アンリミの最後まで行って、まだ言うてか、まだ純正これから組み直さないといけないって、その後に、生成踏まえた上でもう一回ローテーション見直して終わり。かな。投げって感じだけど。お付き合いください。で、純正になるので、エルフだけ。で、純正の方は、白銀エルフが成立するんだよね。うん。ってわけで、ハンドアドバンテージを活かせるカードたちをとりあえずぶっ込んでいけば完成だ。簡単なはず。何事もなければ。で、手に入れたカードは何かありましたか？まあ、序盤はね、ブレスアリーダンサーでバシバシ縛り、残り相手のライフが減ったところで白輪でとどめという結構素敵な流れにはなるんだけど、どう?ドロソ、一応のドロソなんだけど。パンプするから、ありっちゃありだな。てか、なんでこれ持ってないんだ、これ。ブロンズやん。攻撃体力は能力でプラスされたらカード1枚引く。いいじゃん、ブレスエリダンサー大勝抜群だよ。ただまあ、基本フェアリーをパンプしていくんだよな。基本ね。そういえばあったな。これワンチャンあれだね。あのデッキに入るかも。エルフとニュートラルのデッキに。でもな。そんなにニュートラルの枚数増やさなかったからな。入ってない。変わらないんじゃないこれ、もしかして。なんか手に入れたとこあるかい。リグラーピンですね。怪奇がいるかって言ったらな、まあ一応ね。ああ、よく見たら、そういえば、怪奇みたいなカードなかった ?2 コスぐらいで。なんかあった気がするんだけど。どれだっけ。あれ、なかったっけ。あれ、なかったっけ。あれ、なんかあったような気がしたんだけどな。あ、これ、怪奇の上位互換やないですかみたいな感じのことを、まあ、その時、怪奇って言葉が思い出せなかったんだけど、言ってた気がしたんだけどな、自分で。あら？あら？あれれれれ？あれれ、おかしいぞ。みたいな。なんかなさそう。気のせいだったか。気のせいなのか？本当かな？まあ、ないものはないんだけど。まあ、やつは禁止やったから。あら、そう。勘違いか？勘違い？ヴィーナス。いやー、なんか特にこれ変わらない気がしてきちゃったなぁ。まあ白銀よりまだ使えるだけ嬉しいんだけど。耐えて、みたいな感じで。まあ確かに耐えるって意味では、耐えて打って返しのターンか。まあ、そういう意味ではありなのか。まあ相手が失踪とかあったらダメなんだけどね。
ああ、変わらないですね。うん。変わんねえ。まさかの。ここも変わんないんだ。マジか。フォロワーだけなんだよね。リーダー焼けるならワンチャンって感じだったり。マジか。まずいですね。これがリアルってやつか。リアルか。そうか。どうなんだ。いや、しょうがないね。あれ？まあ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 。ちょっと待って。まあ、スリーブが気になっちゃった。ウィッチ、あ、でもこっちが変えたんだね。はい、オッケーオッケー。じゃあ、よし。ウィッチーズ、ウィッチーズじゃないや。先にロイヤレス。ロイヤレスは今回手に入れたもの、ロイヤルの女の子が。ね、なんだっけか。メイジーちゃん。ああ、はい。今から使わないね。ノービストルーパーの枚数を厳選している。ジャイアンツセリアは一応入れてんだよな。まあ、そうか。一応このカード。でもな、不確定だからね。まあ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 、一差しで仕事するシーンがあるかもしれないってことやろな。おしゃれ枠やけどね、だいぶ。で、ブリッツランサーがもう入んなかったんだね。まあ、住み分けした感じか。際どいけどね。なんか一差しぐらいしたいな、俺、個人的に。わわ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 わ。ふむふむふむ。ここ入ってんだ。ああ、一応指揮官推しの構築になってんだっけか。そうね。指揮官推しですね。進化じゃなかったっけ。とりあえず入れたんだ。まあ一応相手のマグネットにも触れるからっていうね。これ兵士なんだよね。指揮官だけなんだよな。これいるかな。いるかな。まあでも、悪くはないか。で、特になんかフォロワーで強いところは増えてなかった気がしたりしますね。あ、これか。いたー、この人。守護持ちで選択されない、強い。もしくはこれパンプするだけでも強い。で、他のフォロワーの数だけ減っちゃうけど、っていうね。いや、強い。ここ作るべきか。なるほどね。なるほど。強い。すごいね。強い。強い人いたわ。引かなかったから踏んでもらって。強い強いなぁ。ガン積みしてもいいレベルだなぁ。強いわ。私この指揮官サポートすればいいからね。強いぞ。強い。とりあえず1枚作るか。待って、そうすると
引っ越すか。自転車じゃなくなるよね。1台でいっか。ああ、シンデレラとかもね、またね、このジュリエットとかイカスのシンデレラ作った方がいいのかもしれないんだけど、ハイハイって感じだよね。ハイハイってなんやねんって。ハワーバーですよ。まあ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 。指揮官多いからね。まあ。いいんじゃないって感じ。あ、このコストまでに果たして進化権が。まあでも一応かな。アミュレットに全く触れないっていうのも嫌なのは実際あるんだけど。でもこの子がいれば進化権、指揮官の進化権はごまかせるから。ふむ。あとなんだっけ、ここもちょっと重いんだっけ。指揮官分だけなんか飛ばすっていうのあったよね、アミュレットで。まあ、いらないかな、これか。援護射撃。これランダムなんか。ああ、でもいないならね、そう、ほら、なんか、一気に、相手のリーダーをズバッと焼けるっていうね。面白いんだけど。いや、でも邪魔くさいからね。これ貼った上でここも貼ってたら邪魔くさくてかなわないわな。とりあえず一出しでいいかな。本当はガン詰めしてもいいと思うんだけどね。思考停止しちゃうけど。1枚ここで出た。とりあえずだけどね。いや多分ね、なんだっけ、ローテーション、多分このメリッサちゃんつけないと話にならないと思うんだよね。てか多分エーテル足んねエーテルが足りません。しょうがないな。あとこっちがマキナちゃん作るかどうかだっけ。マキナちゃんだったっけ一応このデッキはまあ秘術型という感じになっているのか、超越秘術ウィッチーズ純でも超越だな、やってること。一応まあエンドカードがルーンブレッドサモナーで、まあロレアちゃんかパメラとかで倍にしてドーンみたいな感じのコンセプトだよね。いや、ロレアちゃんガン詰めしてもいいんじゃない、よく考えたら土の魔変出してくれるんだもんな、普通に。なおかつフィニッシャーになれるわけじゃない。カマは強いからカマ入れといて。で、正直もう超越できる気がしないんだよね。正直ね。20はきついよ。ドローシーでやったところで15でしょ。15からって。えぐいよね。超越なんかいらないんじゃないかっていう疑惑あるよね、これ。ただルーンブレードサマナーを大きくしていくっていうのは面白いからいいんじゃないって気がするんだ。そこそこの大きさにしてから倍にするだけでもまあある程度強くはなるでしょうってことで。通行って超越やめるかっていうね。あわわわわ。まあ、いっぱい入れといてもいいんじゃない？逃げき。
マーリンいるかな、マーリン。いや、それでもか、一応サーチして持ってきて、ああ、優勝やから。ワンチャンもライトニングシューターとか使ってく、逆に。逆にね。逆にすぎるやろって感じするけど。ファムラー入れて、どっちかというと、これ、秘術型のうさんくさい。うさんくさいな。だいぶうさんくさいよね。我ながら。だからウェルビーちゃうだから勝ち筋を見たいやけどな。マリアちゃんね、ま、なんつったっけ、あれマナリアちゃん。与えるダメージね、スペルででも直接焼くというよりはもうでかいパンチを食らわすっていう感じになる。これもかなりいいカードなんだけど、ちょっと重いんだよね。ねん。スペルブーストしながらごまかしていくって感じ。で、超烈はやめますっていう。カリオにいるのはロリアちゃん。でもサモナー出したら会社のためにこうやってこの人生きてなきゃいけないんだよねっていう感じになるから、正直決めて怪しいよね。決めてがバリ怪しいんだけど、ファンファーレの入れはないか、ダメだ。大丈夫かこれっていうね。すごい不安な構築やね。てかバリバリ思ったけど結構出すやん、まあ、へん。スペルの枚数まあそこそこか。大丈夫かこんなんで。ユングレットサモナーがフィニッシャーなんて、まあ、逆にいいよね。今時かよみたいなさ感じ。ああパミラが一応フィニッシャーになり得るからだ、多分ね。そこそことはいえでもフォロワー少な。やれるのか、おい本当にお前ってやつだよね。まあ、除去できないサイズにして、まあ、相手が除去持ってなかったらラッキーみたいな感じ。ラッキーすぎるやろ、その展開はっていうね。で、あと1枚何削る？やっぱカマが1枚いらないんじゃないかって思ってたか。こんな感じで。だいぶ不安だけど、除去少なくないっていうね。ドロスとかはめっちゃあるんだけどね。ハンドは増えるけど、決め手につながるまで結構時間かかるからね。正直言うと、バリ怪しい。バリ怪しいね。ちょっとこれじゃない感もなかなか漂ってますが。まあ、しょうがない。あれ、名前どこで書いてあった？秘術というほどでもない。はい、ドラゴンです。まあそこそこの形にはなるんじゃないの。なんだかんだ一応この竜神ちゃんにしたんだよね。そこまでいければ勝つって感じかな。新しいアイラちゃんよって入れて、あ、先生もでしょう。特にないよね。でもなんか作ってないとこあった気がする。
と、まあ、基本は疾走でバシバシみたいな感じですよ。Yeah. ああ、禁止だったか。Hey, yes, yes.あとが、この子か。攻撃されない。覚醒状態ならね。で、覚醒状態自分の場合に元のコストが3以下のドラゴンフォアが出るために、相手のリーダー、フォロワー1体にダメ、相手のリーダーに1ダメ。あんまり言うほど、あ、まあ、結構入ってるわな。結構いるわ、3コス以下。だが、しかしって感じだな。入れてみたって感じだ。正直あんま活躍させた覚えがない。アイナちゃんガン積みなんだ。やりすぎじゃね。2枚、場合によっては1枚でよくない。でも一応か、疾走持ちのフィニッシャーだからなって話か。でもフィニッシャーに最悪単体列はフィニッシャーにもならないんだよな。でも相手がまあ3つ展開してるだけでもプラ3プラ4つくからって話か。そういう意味ではフェニッシャー的な意味でまあガン積みしたい気持ちもあるな、確かに。でグリアが入ってない。はい、しょうがない。そうね、重いなあ、重いなあ、重いなぁ、重いなぁ。多分この子はあんまり疾走だけど、スペックが下品だからな。てか、だいぶ疾走が削られてくかな。これ、すごい削るか。コストね、引けるってことにしよう。プレミア分だけ残して あと1枚。何削ろう。軽くすんだよね、軽くすんだよね。これは別に他のカードがダメージ与えてもいいんだもんね。この子じゃなくていいんだもんね。そしたら一応4、6になるってことだね。で、その後、ザルバ。まあ多分1ターンに1回なんかわからんけど。上がりっぱだもんね。どんぐらい生き残ってくれるかによるけど。対コス24疾走やとかなんかあんま強ないけど、最後に殴るカードなんでね。一回1枚減る。もしくはエーファさん、まだ攻撃されないっていう効果持ってない。3000に生存が偉かったな。5コスのスペックとしてかな。まあって感じかな、使い勝手的な話で。これで完成か。まあまあ一応最低限形にはなったか。まあだいぶ、まあコストのバランスとかもぼちぼち良くなってきたかな、一応ね。はい、ネクロ、だいぶちょっとおねぶになってきたけど、もうちょっと頑張ろう。ここは一気に組み終わりたい。
で、ネクロがフィニッシャーがね、今回手に入ったんですよね、初めての。今までフィニッシャーいなかったから、とりあえずオルトロスビートでごまかしてきた。あとファントムハウルでごまかしてきたわけだ。だからそこが変わる。っていうのはでかいよね。てか、結局オディールとか作ってあげたら全然試そうだったね。そうなんだけどな。墓地肥やして何なんだろうな。そういう意味では実際残業にして何でもめっちゃ作ったところもありなんだけど、とりあえず入れとこう。あともう小島になっちゃった。やりすぎ。ビートダウンっていうほどビートダウンできないんだよね。確実に2点は倍増えてるんだよな。でもそういう戦い方しないだろうって感じかな。でんでどう組むかな。ヒンシャーはね、アイシャちゃんがいるからね、上手に使っていきたい。一人で10点殴れるんだもんね、簡単に。それはいいよ。本当にいいよ。ファントムハウルとかにネクロマンサイトとかしないといけない。かな？ネクロマンサイトないよね。結構強いんだよな。入らないな。はい、ってわけで、とりあえずネクロマンスをいかに稼ぐかってね。大事なの。あ、てか今でろ。マイクちっちゃいかも。いかにネクロマンスを稼ぐかというのが大事になってくるわけですね。ネクロマンス消費しないでバリバリやっていきたい。まあこの辺使うけど。ミントちゃん忍ばしといて。まあだから泥層は多く入れる分にはありなんだよね。そうそうって選べるんだっけ。でも四月の使徒はなんだかんだで、そっか。アイシャさんのサポートカードになり得るな。抜こうと思ったんだけど。いいね。削っていかないといけないね。デーモンイーター。
ターね、ネコゴチ増えるから、まあいいよねってのがあるんだけど、ネクロマンスを稼ぐ。もしくはか。あの、置物があったよな。プラス13。そうなのよね。宴張ってからっていうのもなくはないけど。でもな、ミントちゃんの方がまだいいかな、それやったら。まあ、コストが1こっちの方が軽いんだけどね。まあ一応10あれば5、4、1、10で、まあ相手にライフに10点ぐらい取れるかもしれないね。ってのはできそうだけど。ネクロマンスを極力使わない。ここもネクロマンスだったな。そういう感じじゃねえんだよな。なんか、なんだろう、なんか違うな。で、コンバージョン使う？これ。使ってまで確かにドローしたいシーンはあるかもしれないけど、ていうかデーモンイーターも使いづらいな。賞味ね。でも2枚引けんだもんね。それフォロワーで固めちゃった方が楽なんじゃないかってことかな。そうね。序盤はこの辺でやっといて、エンドにアイシャちゃんととどめさすっていう感じかな。なのかな。むしろアイシャちゃんガン詰めにして、アイシャちゃんに特化するような構築の方がいいんじゃないかって気もするわね。そこにさえ状況を持っていけば勝つって方がいいんじゃない？ちゃんと明確なフィニッシャーができたわけだからね、やっと。ようやくね。バシバシ引いてやっていくってのもありなんだけどね。でもその繋げたハンドがそこまで活かせるかって話があるからね。そんなに泥そなくていいんじゃねえかってのもある。結構ぶっ壊すんだよな、このデッキ。自分で。フォロワー。オルドロス行かせんだかよっていう気がすごいしてきたな。いやー、なんか半端やな。とりあえず一回これで5000出しとこう。多分最終的に絶対アイシャちゃんは絶対ガン詰みしなきゃいけないだろうな。5枚じゃねえや、3枚作らなきゃダメだろうね。ちょっと計算しないとダメかな。エーテルが足りなそう。内容感。で、バンプが、バンプ、純正バンプは回復バンプ。ではあるんだけど、どうなる？どうなる？どうなる？とりあえずここは強いから入れていく。
返して出すんだよね。3枚作っちゃってもいいかな。ジェネラル、モリアナさん入れてやって、エウリオアレーね。まあ一応主語を持ってるんだよね。必殺主語か。結構優秀だわね、実際。壁としてもなかなかなんだけど。とりあえず押されてるけど、押されてる。ボロボス。ネメトが1枚。で、セクシーか。はい。一応、フィニッシャーはセクシーか、アイラちゃんじゃなかった。こっちか。アイラちゃんね、ソウルドミネーターか。ソウルドミネーターでも1積みなんだね、こっちはね。で、ソウルドミネーターもね、フィニッシャーになりえそうな気もするんだけどね。うまくやれば。この頃から自滅して負けそうな気がする。幕がやばいな。やばいね。やばいよやばいよって感じ。レイミーデビル、あーでもなんか2コス少な。前こんな少なかったの、2コスとか。大丈夫これ。であいつソウルミーデビルなんだ、入れたのが。まあここもあるから序盤確かに守れればするのかな。やだ、眠くて思考能力がやばくなってたな。あと6枚は削んの？マジです？あれかな、契約いらないかな。なんか契約じゃなくて良くなってきたような気もするんだよな。なんかテイコストのフォロワーが少ない気がするんだけど大丈夫かな。そろそろ限界か？でもここまで組み終わりたいんだよな、最後、とりあえず。で、次回最後はあれか、整頓しよう。あー、眠い。さすがに眠くなってきたね。ソウルミニデビルちゃん、進化どこで済むのって話だからね。際どいね。違うんじゃない？そろそろ低コストフォローは全然いないんだよな。よろしくないね。
レイニーデリルなのか、果たしてそこはっていう感じもするけどね。レイニーデリルはまあ優秀は優秀なんだけどね。強力さんにしとく。エルヘゴールもやるなら3枚にした方がいいとは思うんだけどね。さーて、来週のサザエさんは、まあ、とりあえず後半までつなぐのが大事っていうデッキだからね。でここもガンダムしたいぐらいの気持ちあるんだけど、フォロワー少なすぎじゃないっていう感じだよね。しっくりこねえなあ、これだーっていうふうにバシッと決まらない。まあ脳が寝てるからっていうのもあると思うんだけど、とりあえずこんなんですげえ半端になったね。ていうか序盤が心配だね。まあ序盤も戦う気ないじゃないんだけど、でも結構序盤からしっかりね、なんていうかスライのように出していくのがいいとは思うんだけどな。ちょっと後半に寄りすぎてる気がする。あと2個。あと2個作ったら寝よう、1回。その後に最後に、もう1パートで、完成パート作って終わりかな、とりあえず。でもあんまり生成するのは実はないかな。いや、でも多分2万3万はかかりそうやからね。A ラス戦士だよね。変わらず。はい。すぐ与えるね。結局得たものってなかったんだっけかな。さっきそんなん言うてたよね。変わらねえじゃねえかーって言って終わった気がする。守る分にはでもまあ守るのがですね仕事じゃないからな。そうなんだよね。天子さん1枚取り入れてて、アルミラーチ、あ、ダークジャンダーも入ってるな。入れたんだ、スタブイセス。とりあえず入れてみたんだ。まあ実際試してないからな。結局基本カウントダウンは1だからな、あんまり変わんねえんじゃねえかって気がするんだよな。ジャンプ能力。ああ、ダークジャンダー作るかっつったらねって話だよね。そこまででもないね、ダークジャンダーは。でも多分ローテーション的には作らなきゃダメなんだよなーって話か。そこよね、そこなんだ。ローテーションで果たして必要かっていうところが出てくるんだよね。出てくるよね、出てくるね。えらいこっちゃで。で、変わらないと。変わらず。特に他になかったからな、回復とか今回。これいるかっていうのはちょっと気になるけど、まあ、とりあえず。まあ、枠的な話やね。他にカウントダウン、あーてかでも、もう、ぶっちゃけ言うと見習いシスターでいいんじゃないこれ。あーでもまあ一応か。一応やってみるかって感じだよね。ワンチャンこれ、願いとかを増やせるのか、まあ、そういう使い方もできるのかな。まあ、あんまり有効じゃないけどね。でだ。ラスト。結局、変わらないんだよね、これ。変わらない。変わらない、変わらない。変わらない。一応ね、一応入る。
で、ああ、生成ボタンしてないや。枚数足らないんだもんね。これだって結局、純正で考えるとアウト。結構過去段も何も今回から死んだんやから、あっちと全く内容変わらないから、まあ無理ゲーってことだよね。枚数不足によりゲームエンド。入ったとしても結局40枚にならない。ならない。40枚にならない。一応頑張って組めば40枚にはなるのかな。ただクソデッキだからな、正直作ってどうすんだっていうレベルなんだよ。そうなんですよね。ネメシスはとりあえずしょうがない。ネメシスリアっていうことですわね。はい、しょうがないのできたーっていうわけで、今回ここで終了ですね。ちょっともう、いやー待って、ここまで来たらやっちゃおうかな。最後まで眠いけど、ログインだ。5時過ぎた、眠いです。はい、いやー、さっきのとこは結局ちょっと編集しなきゃいけないな。なんか喉の調子良くなくて、すいません。パックもらえたから、パック引いてから生成するかい。次回そうしよっか。一回じゃあここで切ろうか。いや、次回生成までやっちゃおうか。ちょっともう眠気なんかなんとかなるってわけで、お疲れ様でした。バイバイです。